にちは。はい、皆さんこんにちは。アバベルニュースの時間です。はい、大変長らくお待たせいたしました。大変長らくお待たせいたしました。はい、そして星野さんいらっしゃいませ。星野プロデューサーようこそ。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。大変お待たせしてます。はい。待ってる人多いですよ。はい。待ってる人多いですよ。アバベルニュースです。はい。はい、アップデート情報を。はい。おお、来ましたね。じゃあ何からいきますかね。ほう。あれからいきますか。あれから。まず映像を見てもらった方が面白いですかね。もういきなり。行きますか。見ちゃいましょう。行きますか。はい。じゃあ行きましょうか。はい。これで。はい。どうすかこれ。すげえ。これ。すげえなこれ。ロッカーだ。見覚えないですか。これめっちゃ見覚えある。これ。これ富士急ハイランドの戦慄迷宮の中のこれロッカーのコーナー。これなんか内田とか山田とか。ああいろいろ書いてあった書いてあった書いてあった。完全おおすげえすげえもっと進んであ、もう進行方向とか書いてあるうわあのカーテンの感じとかこれ色合いとかすげえな、ね、曲がったところにいるんですよ曲がったところにこれ完全再現完全ですね完全再現ですか、はい、すげえここで覚えとるぞここの場所、うん、はい、これ曲がったところにあいつ富士急ハイランドさんとコラボでまあ動画見てから記憶が蘇るこの車椅子乗ったやつ襲ってきたんですよ前しかもこれ音も中で聞いた音に似てるありますよ音入ってますおすげえ、はい、すげえ富士急ハイランドとコラボ戦慄迷宮と、はい富士急ハイランドさんとコラボでおめでとうございます、コラボ、はい、コラボになりますはいで富士急ハイランドの戦慄迷宮を完全再現旧戦慄迷宮ですねリニューアル前のはいなので完全再現、まあ、完全っていうかもうできるだけ再現しようっていう、まあ、再現度90何パーそこちょっと分からないですけどでも見た感じまんまですよ同じ場所のパッと一回行ったことある人は多分分かるかなって思うぐらいまで頑張ってやっていこうと思ってるんですけど、うん、まあ開発中なのですげえお化け出るんですかそこはもうちょっとまあ、まだないでしょ戦慄迷宮なんでできるだけ再現するこわこんなんだっけどんなんだっけ、うん、いろんなやついたよねなんかこう座っててカバーってやつとかいっぱいいたで音楽とかもあの本物の本物のいただいてすげえなそんな感じで中で相当広いっすよ数十分間なんか閉じ込められましたもんね村井さんとずっと高橋君相当広いっすよ戦慄迷宮って広いあの広さというか日本でだって一番でっかいかのお化け屋敷ですよね、うん、そうあれもあのスケール全スケールをそのまま作ってるすげえ今のごく一部ごく一部ですまだまだ他は、まあ、ここしか見れない映像こんだけ映像はあるんです、ね、あるんですけどまだ出せるのはこんだけ出せるのはこんだけすごいな、はい、しかもでもちゃんと順路が矢印であったから、はいあの順路通りに進んでいけばゴールはあるんですよねゴールはありますただボスとかいるんですか お化けのボスとかいるんですかアバベルなんでまあその辺はこうあでもネタバレになっちゃいますよネタあの楽しまないと多分そうですねまあ一定のお楽しみってことです ね, そうですねこれいつから始まるんですかこれがですね7月26日もうすぐだもう再来週レベルだそうです7月26日来週日曜日日曜日来週の日曜日です早っそしてその日はなんとその日は何があるのアバベルオンラインの2周年おーおめでとうございますおめでとうございます2周年おめでとうございます2年でございますか2年ですよ1年前やってもう1年経っちゃいましたカウントダウンしましたもんねなんかアップバンクストア新宿でやりましたねはい、やりました、はい、懐かしい今年は今年もやりますおイベントあるはい7月26日日曜日ニコ生やります概要欄にリンク入れておきましょう、はい、で場所はですね、はい、スタジオアルタでおお贅沢な場所、はい、今すげえ予定してるのが7月26日の18時から夕方の18時から8時から3時間やります9時まで9時まで21時までですねいいじゃないですか当日ですよね、その2周年の当日に当日にスタジオアルタスタジオアルタで、これがあ、できるこれできるそうですあ、そっか、その日そのものだその日そのもの、実装になります
時間は朝から出てるんですか、それともまさかそのニコ生に合わせて。合わせてです。すげえ、完全初見や。初見ですね。ニコ生に合わせてってことはもうやっぱりあ行くんですか。我々村井さん挑戦してみたらいいんじゃないですかねっていう話ですよね。そこに合わせてそういうことですよね。そういうことですね。ぜひ行きましょう。行きましょう行きましょう。結構ビビ怖かったよね先日見て。結構怖かったよね、うん、怖かったですね。できるだけ再現すごいな。俺前行けよとかガン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 前私とマミルトン君と高橋君で入った時は我々がピューって走ってたら高橋君がなんか無理無理無理置いてくだよみたいな、なんかすごい絶叫してたよね。あ、出てきた。あブラックボックスから、ブラックボックスが開いた。パンドラの箱が開いたら中には高橋くんが。はあ。高橋さん見たら多分一発で分かれば結構再現高いんじゃないですか。いやもう分かりますよ、私とマミルトンくんレベルでもう分かりましたもん。すごい。現地観覧とかはできるんですか。あります。それのお知らせもせっかくなんからしましょう。はい、自分から7月26日にイベントはあるんですけど、うん、現地観覧は150人、うん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 、あのあれですね、ひな壇。おお、あれひな壇ができて150人なんですけど、はい、整理券は当日だけじゃなくて、うん、2日前の金曜日、うんうん、7月24日の金曜日朝10時からアップバンクストア新宿で整理券を配り始めます。その整理券は無料配布、無料配布です、はい、無料先着です。で、来場して18時から現地で見れるんですけど、うん、見れるだけじゃなく、うん、だけじゃなく、ほう、この昔販売して瞬殺だったワイルドフェニックス、ワイルドフェニックスシリアル付き、これが6つ、はい、6つだけあるので150分の6で、え、まさかじゃんけん大会抽選で、あ、じゃんけん大会にしましょうか。じゃんけん大会でいいんじゃない。じゃんけん大会にしましょう。で、じゃんけん大会でプレゼントをします。おすげえ。もちろん今更ながら欲しい。そうなんですよ。で、あの時あの皆さんこれゲットしたらついてきますよ。そうです、ゲームの中であれが、それもしっかりついてます。え、やべえ、欲しいっていうのが来場者得点1、6人様、はい、1、はい、で、2もあります。2用意しました。ですね、2はですね、来場していただいた方に魔石10個、やっ、とチケット10枚、あ、全部かん見ていただいて最後に配布いたします。すーげー、シリアルコードですね。なんで現地最後まで結構プレミアム感ありますね、うん、はい、かつ現地に来れない方に対してはもう本当にゲームの中で、そうですね、そのニコ生中か前後か分かんないですけれども、お楽しみはもうちゃんと準備されてるみたいな。準備されてます。おー、いろいろあります、ね、でですね、タイムスケジュールざっくりですね。まず18時からオープニングが始まります。はい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 、で、実装した初見で戦慄迷宮のコラボがそのタイミングで実装する、まあ18時頃に実装されるので、きっとポータルがまたどっかに出てくるんですね。うん、はい、そうですね、はい。ポンって出てくるので、その後実際村井さんにじゃあ挑戦していただきます。一人じゃないですよね。みんなで行くんですよね。え、ソロ？ソロ？テレビ、ソロ？いや、パーティーでもできます。なんか、いろいろ含んだ言い方を。パーティーでもできます。当日までちょっと考えましょう。なるほど。どうしますか。え、わかんないわかんないわかんない。だってそんなこと言われても。村井さん一人で挑むか、そろそろ。会場真っ暗にして。真っ暗にして。やります。それいいっす ね。それやりましょう。せっかくですから。それやりましょう。普通にお化けとか出てきて驚かされたら嫌だ。村井さんのこの辺からこうライトしたからこうやって。だったら、もし一人で挑むんだったら、マミルトンさんとかも目隠して内容一切知らない状態。にしましょうよ。うんうんうん、私が結果分かった状態でニヤニヤしながら今度マミルトンさんに行きますから。高橋さんとかすごい面白そう。はい、はい、そして戦慄迷宮行く。で、うん、それが終わった後、うん、次ですけれども、うん、先日までやっていたアイドル総選挙、うん、お、テレビ CM でやってたやつ、はい、それのグランプリを発表いたします。もう決まったんですね。はい、決まりました。おー、本ちゃん版の CM に採用されるグループが、はい、そうですね、まだ集計中なんですけれども、それを発表になります。もうあと1週間後発表します。あ、アイドルは現地には来ないですよね。いや、そこは分からないですけれども、見、はい、てちょっと分かんないんですけど、まあ発表はしますと。ちょっとそれもちょっとお楽しみな感じですね。お楽しみにっていう感じです、ね、はい、はいはい。でですね、それが終わりましたらですね、まあもうなんか恒例なんですかね、僕と村井さん PVP しましょうか。
VS VS で、あ、全然私も望むところですよ。望むところですよ、はい、多分前回もやったと思うんですけども、あのゲリラボーナス 200% まあ2周年なんで、200% かけて、それは買ってもらわないと。さらっとすごい。頑張りましょう、星野さん。戦いましょう、戦いましょう。皆さんアップデートでいろんなものがこう実装されるんで、 200% 応援してくださいね。応援の楽しみに待ってる方いると思います。そうですね、はい、星野さんはその時にもう戦慄迷宮からお化けが出てきて、はい、あの背中にこうハンデみたいな感じでお化けがこう星野さんにかぶりついてるかもしれないですけどね、はい、そんな感じで、はい、まあ、村井さんと僕で、はいはい、PVP 対決をしましょう、はい、行きましょう、はい、でですね、それが終わりましたらですね、うんうんうん、まあ、アバベルニュース結構大きな発表があります。大きな発表、結構大きいと思います。結構大きい発表、はい、おがあります。もう当日のお楽しみ、当日のお楽しみですね、これは。はい、で、それが終わりましたら、多分まだニコ生とかで、そんな紹介してないなと思ってて、まあ、アバベルの一つ、あの5代目な感じな高等戦、日曜日なんですよ。はいはいはい、あ、はい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 、はい、それ実際やろうかな、実際やる、はい、うん、で、この日当日、まあ、あの戦慄迷宮とかを一緒に実装するんで、そのタイミングで4投目追加します。おー、ついに4つ目の塔、そう、前にすげえ、5番の時かな、言いましたね、いい回で、なんかこう全部制覇したらって、うん、なかなか現れないんで、うん、あ、もう実装しちゃおうかなと作っちゃったし、もう作っちゃって、ずっともうあの当時からできてたんですけどあれタイミングタイミングないなと思ったんで、まあ2周年のアップデートの一つとして実装します。これはね、大きいですよ。やばえ、その日だけじゃなくて、その日からずっと、その日からです。おー、すげえ、はい、でですね、まあちょっとニコ生都合になってしまうんですけれども、あの26日の高等戦が1時間ちょっと早まります。まあ18時から21時になってるんで、あの終了の時間が1時間早くなります。開始の時間も1時間早くなります、うん、いつもは20時から22時なんですけれども、19時から21時までになります、はい、で、村井さんとマミルトンさんと高橋さん、うん、ブリちゃんとかもかな、はい、で、ギルドを作っていただくのかな、うん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 、で、もうその当日募集、おお、我々のギルド全員チームの、はい、村井ギルド、当日ミルトンギルド、高橋ギルド、それバラバラ、どっち、それで同盟を組んでもらうと。あ、あ、なるほど。合計で4人だったとしたら200人ぐらい、4人はダメです、3チームまでしか同盟組めないから、ブリちゃんは例えば私のとこ入るとか、誰かの数字になる、150人まで入りたい方で、ただしそのギルドはその当日のみで、解散します。高等戦が終了次第解散します。はい、当で借りはできない、はい、まあ、そこをぜひ4投目新実装されたところを狙っていただいて絶対無理でしょ絶対無理でしょできるだけ先の階層を見せるっていうのが もう目的みたいな感じですかね、うんうんうん、どこまでいけるか、ここぞとボコボコにされそうでしょうねここぞともうフルになった瞬間あの、まあ、拠点戻りみたいな本当に高等戦って多分村井さん一回もやったことないと思うんですけど半端じゃないです。多分もう最高峰レベルの人たちがもうしのぎ削ってるようなとこなんで、HP一緒だって日曜日とか、はい、ね、このあと夜どうみたいな話になった時とかね、いや、今日高等戦なんで帰りますみたいないますね、いますよね、いましたよね、いました、いました、いましたよね、しかも8時に帰るんじゃなくて8時の前1時間前にそう準備するために、やばいな。それを実況してみようか。はいはいはい、いいですね、いいですね、はい、プロデューサーの実況も兼ねながら、はい、というのが7月26日のニコ生の、はい、大体の全容、概要ですね、はい、楽しみっすな、うん、オープニングやって戦慄迷宮をチャレンジしてみる、でアイドル総選挙のグランプリの発表、大ニュースで、アバベルの大ニュース、こうで、あ、ゲリラボーナスをかけた PVP、うん、アバベルニュース、高等戦の実況となっております。すげえ盛りだくさん、3時間で詰め込みましたね。すげえ相当詰め込みましたねギリギリな感じですけど、はい、しかも新た
アルタです。新宿アルタです。現地観覧可能。金曜日からアップバンクスターで毎日何枚ずつみたいな感じで配るんだよね、きっとね。金曜日、土曜日で、あとは当日。すいません、あの金曜日から150の想定でした。金曜からもういきなり150バーンっていっちゃうんだ。分けましょうか。50、50、50とかにします。50、50、50とかでもいいんじゃないかな。金曜日に取り来てくれた方、それでもらえなかったらちょっと悲しいかなと思うんですけど。でもまあでも早い者勝ちにしちゃって、いや金曜日行けないんですよって。金曜日はやっぱり平日だとどうしても行けないっていう方もいらっしゃるんで、 それはそれでなんかちょっとかわいそうかなという気が。50、50、50で3日間で、配布場所はアルタじゃなくて、アップバンクスター新宿オープンから先着で、はい、で51枚の人は残念だけれども次の日になっちゃうっていうのだけちょっとルールとさせていただくのが多分一番いいんじゃないかな。そうですね。じゃあそれでいきましょうか。はい、はい、で そ, うする、まあ、それで現地で抽選でこのワイルドフェニックス と、魔石10個とチケット10枚がもらえます、うん、すごい。じゃあ皆さんもアバベルの2周年をぜひとも一緒に楽しんでいきましょう、はい、じゃあ今回のニュースじゃないや、今回のこの動画自体はこれで内容は終わり。そうですね、1個目。次からはアバベルニュースに、うん、実は明日以降も続きます。ゼロ弾。そうですね、これがゼロ弾みたいな感じですね、はい、お楽しみに。ではまた明日、さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部では様々な生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。